シンシア・ファヌフは、カナダ出身の女性元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバーオリンピックカナダ代表。2004年4大陸選手権銀メダリスト。2013年、恋人であるフィラデルフィア・フライヤーズのアイスホッケー選手、マキシム・タルボットの間に妊娠。2014年2月27日に男児を出産した。2014年7月12日。 タルボットと挙式を取り行った。ケベック州のソレルで生まれ、4歳の時にスケートを始めた。2001年4月、初めての国際大会となる、トリグラフトロフィーのノービスクラスに出場し2位となる。2001から2002シーズンから、ジュニアクラスに移行し、ISU ジュニアグランプリに参戦。初戦の JGP ハーグで優勝を飾り、JGPSBC 杯では5位に終わったものの、 カナダ女子シングル選手として二人目の JGP ファイナルへ進出した。JGP ファイナルでは7位。翌2002から2003シーズン以降も ISU ジュニアグランプリに参戦し、二度表彰台に上ったが JGP ファイナルへ進出することはなかった。一方、カナダ選手権には同シーズン以降シニアクラスに出場した。2003から2004シーズン、カナダ選手権で 初優勝を飾り、4大陸選手権では2位となったが、世界選手権の代表には選出されなかった。翌2004から2005シーズンから、シニアクラスに完全移行し、ISU グランプリシリーズに出場。初戦のスケートアメリカで2位、スケートカナダでは、初優勝を飾り、同じカナダのジョアニー・ロシェットと共に、 カナダ女子シングル選手として1995から1996シーズンのジョゼ・シュイナール以来となる GP ファイナル進出を果たした。GP ファイナルではショートプログラムから制裁を書き6位に止まった。2連覇を目指した2005年カナダ選手権では2位となったが初の世界選手権代表に選出された。世界選手権ではショートプログラムもフリースケーティングも振るわず20位に終わる。 翌2005から2006年シーズンは、鳥のオリンピックシーズンでもあったが、怪我のために競技会へ進出することはなかった。2007から2008シーズン、3シーズンぶりに出場した、グランプリシリーズのスケートカナダでは10位に沈み、振るわなかったものの、カナダ選手権では3位となり、復活を果たした。2009年カナダ選手権では2位となり、4シーズンぶりに、 世界選手権に出場した。2009から2010シーズンのカナダ選手権では2年連続の2位になり、オリンピックに初出場。ジョアニー・ロシェットが出場を辞退した、世界選手権では自己最高の5位となり、世界選手権の出場枠にを維持した。2010から2011シーズン、グランプリシリーズは2大会ともに4位。カナダ選手権は7年ぶりに優勝を果たした。 世界選手権は13位と前年から大きく順位を下げ、あと一歩のところで来年の枠を2枠確保することはできなかった。2011から2012シーズン、コーチをブライアン・オーサーに変更。カナダ選手権ではアメリー・ラコステに敗れ連覇はならなかった。4大陸選手権では0.18ポイントの差でラコステに敗れ、4年ぶりに世界選手権の代表を逃した。 シーズンを通して、ジャンプが不安定で、国際大会でトリプルルッツジャンプを成功することは一度も、なかった。2012年9月26日、引退を発表。引退後は、イザベル・ブラスールの下で、コーチとしての仕事をしていく。AB ハット a b c d u 上坂見歩編、オール、アバウトフィギュアスケートピア、2005年11月、P40 カイン S アベニューマリア。 フリースケート、ウィンズデやアットリバティ、ハットザインサイドエッジ、プログラムスウィズボーカルズオンザウェイハット、ファナフホープストゥーリディスカバーラブオブスケーティングウィズ、オーサーハットファナフ、アイブダンエブリシングアイウォンテッドツー。ありがとうございます。